はい、ということで、ただいま2部が終わりました。イエーイ、2部が終わりましたということで、もう一回ねみんなと話していき、みんなと話していきたいなと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。2部終わりました。終わりました。まあ今日はですね、まあ2部は、まあ、なんか1部の反省点を2部に生かせたかどうか、まあ、僕は生かせたかなと思うんですけど、なるほど、まあ、とりあえず歌を俺はしっかり歌えたんかなって、2部の方がちゃんと、2部は2部で自分たちが出したい色出せたんかなっていうのは思いましたね。なるほど。はい、それがオファラの、はい、でもやっぱ課題は絶対ありますね。なんか満足できない、まあ常に満足できないんですけど、だからこそ3部は出し切って倒れるぐらいの気持ちで最後やっていきたいなと思います ね。頑張りましょう。頑張りましょう。はい、じゃあこれちょっと長い味できるやん。何回このノリやったら気が済むね、はい、ほんまに。2部を振り返ってどうですか。僕はですね、僕はなんです、よかったです。なんで俺見てんの、こっち見て、まあ、悔いは全くないって言ったらあれですけど、まあまあよかった、うん、まあいい感じだったかな。でも悪かない、あそこがうわーとはなかったな。な、いい感じに盛り上がったかなと。おにぎり食べてる途中なんでね、はい、食べてください。以上、岡本ゆきでした。いきますか。え、何の動画ですか。自分で考えてみて。おにぎり食べた後の歯磨きの動画ですか。めっちゃおもんないはい、これは岡本の負けですね、笑ってもだからでは、2部終わり、はい、3部に向けてなどなど、はい、なんかあるね。いやでも2部、あ、分かる。俺的には、うん、1部と2部両方良かったんちゃうかな。良かった、楽しかったし、なんか楽しいに、なんか楽しいをプラスされた、なんかかける2ぐらいです。それはイコールイコールバトルボーイズ大阪です。あー、アメザリです。バトルボーイズ大阪とアメザリです。 A by B です、ね、A by B です。うまいこと言った、うまいこと言ったということで、以上、ゆみきやまとでした。それでは、アメザリから歩む、はい、え、2部終わり、3部に向けてなどなど。いや、1部、2部ね、全然ボケてもいいねんで、全然フリやん、それ1部、2部でほんまに楽しく盛り上がることができて、まあ、A by B ということでね、めちゃめちゃ楽しかったんじゃないですか、ひみきさん。そうですね、ほんと楽しかったですA by B ということで、アメザリ×バトルボーイズ大阪、はい、そうですね、もうやべ、プルプルマッチやけど、シックスマッチぐらいの楽しさがあった。もう終わったそれまだまだ2回戦しかしてないけど2回戦でも4回戦分の楽しさがあった。あった。ラストの1回戦でもう5回戦分の楽しさを皆さんに、皆さんと共有するトータル9やな。何言ってんじゃん、眠くて何言ってんの分からへんくなってんじゃん。それトータル9戦してるから楽しかったです。はい、よかったです。